ジョン・ローレンス・シー・イーゲン・ソーラー。ジョン・ローレンス・シー・イーゲン・ソーラー。1927年7月27日から2014年7月11日は、アメリカ合衆国のジャーナリスト、著述家、政治活動にも参加した。彼は、米国憲法修正第一条の擁護者としても知られていた。発音は他に、ジョン・シー・イーゲン・セーラー。ジョン・シー・イゲン・セーラーとも言う。 シー・ケンソーラーは1949年に地元テネシー州ナッシュビルの新聞社テネシアンに入社し、1960年の退社後、ロバート・ケネディ司法長官の補佐官に就任した。1962年にはテネシアンに編集者として復帰し、1973年には発行者、1982年には会長に就任し、1991年に 会長職を辞職した後、名誉会長の地位に就任した。1982年から1991年にかけては、自らが発起人となった USA Today 紙の論説士官を務めた。またこの頃、アメリカ新聞編集者協会の重役となり、1988年から1999年、会長に就任した。シー・ゲンソーラーは、 テネシー州ナッシュビルに8人兄弟の最年長の長男として生まれた。ファーザー・ライアン高等学校に進学し、1946年から1949年、アメリカ空軍に軍曹として勤務した。退役後テネシアンに入社し、在職中にピーボディ大学で社会学と文学を学んだ。また、コロンビア大学にも進学し、出版について学んだ。 シーゲンソーラーは、叔父の勧めもあり、テネシアンの地元記事編集室で警察番記者として、ジャーナリズムの経歴を開始した。シーゲンソーラーは、後に、著名なジャーナリストとなるデイビッド・ハルバースタムやトム、ウィッカーなどと次第に激しいライバル関係となっていった。シーゲンソーラーは1953年11月に、トーマス・シーバンティン、現在では、 トーマス・ディ・パーマーの名で知られると彼の妻にインタビューし初めてジャーナリストとして脚光を浴びた。バンティンはナッシュビルの裕福な実業家の息子で1931年9月に突然失踪し行方不明となっていた彼の秘書もその6週間後に失踪している。バンティンがテキサス州ローンスターのどこかに生存しているとの噂がささやかれるようになったのを受け テネシアン氏は、シーゲンソーラーを現地に派遣した。調査は何度となく、行き詰まりを見せたが、ある日シーゲンソーラーは、テキサス州オレンジでバスを降りる老人を見かけた。その老人が特徴ある左耳をしていたのに気づいた、シーゲンソーラーは、老人の後をつけて、家を突き止めようと試みた。3日間の調査の後、ついに老人が家に帰ったところを抑え、バンティンとその妻ベティ・マカディーを呼び、 6人の子供がそこにいることを確認した。シーゲンソーラーはこの記事により全米新聞記者賞を受賞した。バンティン失踪事件の記事から1年未満の1954年10月5日、シーゲンソーラーはナッシュビルのシェルビー橋から飛び降り自殺しようとした男性を助け、再び全米でニュースとなった。ジーン・ブラッドフォード・ウィリアムズという男が ジェネシアン紙編集部に電話で自殺を予告し、ニュースにしたいのなら、記者とカメラマンを派遣するよう伝ってきた。シーゲンソーラーは、ウィリアムズと40分間にわたって話した後、ウィリアムズが、約30メートルの高さから飛び降りようとした瞬間を、捉えて、彼の襟首を掴み、シーゲンソーラーと警察は、カンバーランド側への落下を防ぎ命を助けた。 ウィリアムズはこの時シーゲンソーラーに向かって、あなたを絶対に許さないと呟いたという、1、2014年4月29日、この橋は、ジョン・シーゲンソーラー歩道橋と改名された。1956年7月、シーゲンソーラーは、国際トラック運転手組合、インターナショナルブラザーフド・オブ・ティムスターズ、アメリカ最大のトラック運転手労働組合のある、 地方部会が行っていた不正に対し、戦いを挑んだ。この地方部会は、組合員の運転手に、犯罪者がいるのを知りながら、これを雇い続け、このことを外部に漏らさないよう脅迫行為を、行っていた疑いがあった。組合の幹部であるレイブベックとジミー・ホッファに、接触した、シーゲンソーラーだったが、二人は権威に対して、無知を装った。この一件は結局、 シーゲンソーラーの一連の記事に動かされたチャタヌーが刑事裁判所判事が告発する事態に至った。1958年、シーゲンソーラーはハーバード大学の著名なニーマンフェローシップのプログラムに参加するためテネシアンより一年のサバティカルを与えられた。テネシアンに復帰後、シーゲンソーラーは地元記事編集アシスタント及び匿名記者となった。 テネシアン紙発行人のシリマン、エヴァンズ・ジュニアの方針に不満が募っていた。シーゲン・ソーラーは、1960年、テネシアンが身を辞職することを決意し、新任のロバート・ケネディ司法長官の補佐官に就任した。1961年4月21日に、ケネディがマーティン・ルーサー・キング牧師と会見した際、ケネディ以外ではただ一人の司法省スタッフとして、 会見立ち会ったのがシーイ e ゲンソーラーだった。また、1961年にフリーダムライドが起こった際には、公民権担当司法時間補のジョンドアの補佐を務め、政府の主任接触担当者として、アラバマ州知事ジョン・マルコム・パターソンと協力しようと、試みた。パターソンは、数日間電話の応対を拒否したが、ついにライダースの保護に同意した。 しかし1961年5月20日、ライダースがモンゴメリーに到着すると、州警察はいなくなり、待ち構えていた白人暴動者の群衆の前にライダースを晒し者に、した。シーゲンソーラーは一ブロック向こうで、暴動者たちに追いかけられていた、フリーダムライダーのスーザン・ウィルバーを急いで救出に、向かった。シーゲンソーラーは彼女を車に押し込み、下がれ。私は、 連邦政府のものだと叫んだ。しかしパイプで左耳の後ろを殴られ、10分後に警察が到着するまで意識を失ったままだった。モンゴメリー警察署長のレスター・ビー・サリバンは、私たちはトラブルメーカーたちが街にやってくるのを保護するつもりはないと語った。1961年7月29日、シリマン・エバンズ・ジュニアが心臓発作で休止したことをきっかけに、 シーゲンソーラーの政府でのキャリアは終わりを告げることとなる。テネシアン市で長年に渡り記者として活躍したジョンナイが一時的に発行人を継いだ後、1962年3月20日、新たにエヴァンズの兄弟であるエーモンカーター・エヴァンズが発行人に就任た。新任のエヴァンズにとって最初に出すべきことは、シーゲンソーラーを編集人として呼び戻すことだった。 シーゲンソーラーは地元記事編集アシスタント、エヴァンズはジャーナリストを目指して二人は共に作業した。一説によると、この頃二人は一度だけ喧嘩になりそうだったことがある。1962年3月21日、エヴァンズはシーゲンソーラーをテネシアン紙の編集者に任命した。この新しい編成により、刷新されたテネシアン紙は、 これをきっかけに急速にその名声を高めていた。特に1962年8月の民主党予備選挙では、不在者投票に絡んだ不正行為の証拠となる文書が発見されたことを報じ、有名となった。2シーゲンソーラーのケネディとの友情は、ジミー・ホッファによる売信員買収裁判の焦点の一つとなった。テネシアンの記事を一方的な抽象とし、 ホッファの弁護士は、シーゲンソーラーが、個人的ホッファを有罪に仕立て上げようとしていると、批判した。しかしシーゲンソーラーは、ジャーナリストとして感情に任せた記事を書いたことはないと、語った。ホッファの弁護士は、勝訴をも論み、ナッシュビルからチャタヌーガに裁判地を変更し、1964年の45日に、及ぶ裁判で、ホッファは、有罪を逃れた。 翌年、テネシアンの記者のビル・コバックの特権を無効にする、ある決議が通った後、シーゲンソーラーは、テネシー州上委員会議での騒動を牽引した。コバックが後に非公開会議と呼ばれるようになる、委員会の傍聴席を離れることを拒んだことから、これが起きた。1966年12月、シーゲンソーラーとリチャード・イヌグッド・ウィンは、歴史家のウィリアム・マンチェスターによる、 ケネディ大統領暗殺事件に関する著書についての批判が高まり、ケネディ家の代理人を務めた。シーゲンソーラーは、ジャクリーン・ケネディが不正確で、プライベートの侵害であるとして訴えた初期の版を読んでいた。1968年、アメリカが衆国大統領選挙では、テネシアンでの職務を一時的に離れ、民主党大統領候補として出馬したロバート・ケネディの元で働いた。 この期間、シーゲンソーラーは、ジャーナリストとして、ニューヨークタイムズが見に、数少ない信頼できる人の一人、ケネリこそがその人であると記した。カリフォルニア予備選の勝利の後、1968年7月6日、7月6日に、ケネリが教団に倒れた。葬儀で彼の棺を担ぎ、後に、シーゲンソーラーは、名誉ある告白。 ロバート・ケネディに捧ぐの偏者の一人に名を連ねた。60年代のシーゲンソーラーはこの他に公民権運動への注目に勢力を傾け、1969年にはテネシー州のジョーセフ・ドリック司教が進めていた人種差別撤廃運動を支援していた。ザ・ニューヨーカー氏はシーゲンソーラーについて民主党と強いつながりがあると記した。ケネディ家と家族ぐるみの付き合いがあり、 ゴア家と長年の家族ぐるみの付き合いが、元民主党上院議員のジム・セザーとも友人である。1976年、アルゴアの政界進出を進めたシーイゲンソーラーは、テネシー州選出会員議員が次の選挙で立候補しないことをゴアに告げた。1981年、シーイゲンソーラーは、セザー議員に民主党の進歩的伝統への回帰を促した。 私は彼にレーガンは素晴らしい進歩を遂げると言い続けた。1984年、レーガンの再選チームは、シーゲンソーラーが進歩的すぎるとして、ディベートパネリストに就くことを拒否した。1973年2月、エーモンカーター・エヴァンズがテネシアン社の社長となり、シーゲンソーラーは出版社に昇格した。出版社時代、当時記者であったアルゴアと同僚であり、 1970年代初頭のナッシュビル市議会の汚職について共に調査した。1976年2月、ゴアの自宅を訪れたシー,イーゲンソーラーは、テネシー州選出会員議員、ジョー・エイビンスが次の選挙で立候補しないことをゴアに、告げ、ゴアに、私が何を考えているかわかるだろうと語った。これ以前に、シーゲンソーラーはゴアに、政界進出を検討するよう進めていたのだ。 ゴアは、テネシアン社を辞め、バンダービルト大学ロースクールも中退することを、決意する。その後、父であるアルバート・ゴアシニアが議席を占めていた、テネシー州第四区から立候補したゴアは、政治家への道を歩むこととなった。1976年5月5日、シー・ゲンソーセラーは、テネシアン市の現行管理編集者、ジャック・スラウジを解雇した。 約10年間にわたりスラウジが FBI への情報提供者だったことが上院中小企業、企業家委員会のエネルギー、環境委員会の前で原子力の安全性の調査について証言した後、明るみに出たからである。カレン・シルクウッドの批判本を執筆していたスラウジは原子力批判に関する1000ページに及ぶ FBI 資料を詳細に調べた。その後の証言で、 FBI のローレンス・ジェイ・オールソン・シニアは、事務局が、ラウジと特別な関係を持っていたことを知った。テネシアンの記者たちは、スラウジのクーデター疑惑は、彼女の入社数ヶ月後から起きていたことに気づいた。これには、深夜の違法賭博や地元企業の詐欺行為の取り締まりのようなものも含まれていた。その後 FBI は、シーゲンソーラーについての噂を聞き集めた。 FBI 副長官補のホーマー・ボイントンが、シーゲンソーラーは、完全に潔白というわけではないから、彼を調査するよう、ニューヨークタイムズ紙編集者に指示したことを知った、シーゲンソーラーは、一年かけて、FBI の持っている自分の調査ファイルを入手しようと、奔走した。大幅に削除修正が加えられた調査ファイルをついに、受け取ったシーゲンソーラーは、そこに、 若い女性たちとの間に不道徳な関係を結んでいる疑惑あり、匿名の情報提供者からの情報などと書かれているのを発見した。シーゲンソーラーは FBI から提供されたものは何であれ公にすると公言していたので、この時もこのファイルの内容を公表したが疑惑については端的に否定した。後に司法長官はこれについて陳謝し、 疑惑に関する記述はファイルから削除された。その公表への勇気を称え、1976年度、シドニー・ヒルマン賞は、シーゲンソーラーに送られた。3。1982年5月、シーゲンソーラーは、USA トゥデ a 紙の論説士官に任命された。この告知の際、ガーネット社の社長アルニューハースは、シーゲンソーラーに関して、 アメリカで最も資料深く尊敬されている編集者の一人と評した。USA Today が見に就任中、彼はテネシアンが見と両立させるため、ナッシュビルとワシントン DC を頻繁に往復していた。1983年の作家ピーター・マーズの著書、マリエ・エートルー・ストーリーの出版により、元テネシー州知事レイ・ブラントンをめぐる斜面スキャンダルの調査でシーゲンソーラーは、 再度監視されることとった。マリー・ラジアンティは、テネシー州カリ釈放町長を務めていたが、ブラントンの側近に賄賂を渡した受刑者の釈放を断ったため解雇された。テネシアムはブラントンを支持しており、当初不本意ながら調査を始め、この容疑には疑問が浮かんだ。編集者及び記者たちは、ラジアンティの主張するブラントンの主任顧問であるティー・エドワード・シスクとの 不倫の上の破局が彼女を借り立てたのだと考えた。1986年、ミドルテネシー州立大学は、言論の自由の価値に対する長年にわたる貢献を、たたえ、ジョン・シー・ゲンソーラー記念憲法第一、修正研究教授職を設置した。3年後、シー・テンソーラーは、巡回裁判所判事のギルバート・エス・メリットから、幼馴染みで、 ナッシュビルイコールデイビッドソン軍保安官であるラフィエット・フェイト・トーマスが政府汚職の FBI によとり捜査のターゲットとなっていることを伝えられたとして再度 FBI の議論に巻き込まれた。シー・ゲンソーラーは罪に問われなかったがトーマスは後に郵便詐欺、政府所有物の盗用、脱税の罪で懲役5年となった。結果的に有罪判決となったが トーマスの策略により FBI による調査は長期間に及んだ。USA Today での人気を考慮していると発表した数ヶ月後の1991年12月、シーゲンソーラーはテネシアンを退社することを発表した。1991年12月15日にはバンダービルト大学に憲法修正第一条センターを設立し、バンダービルト大学に この施設を建てることが夢だった。この民主主義社会でこの施設が必要であることへの理解と施設への感謝が増すであろうと語った。この施設は言論の自由、出版の自由、宗教の自由を含む憲法修正第一条について語り合うホームとして使用される。1996年、シーゲンセラーはイライジャ・ペリッシュ・ラブ・ジョイ賞コルビー大学から 名誉法学博士号を受賞した。2001年には2000年アメリカ合衆国大統領選挙の反省を踏まえて設立された連邦選挙制度改革委員会の委員に選ばれた。また彼はアメリカ同時多発テロ事件を受けて設置された自由と安全に関する憲法プロジェクトのメンバーでもあった。2002年 USA トゥデイ記者ジャック・ケリーが 複数の記事を捏造したことが発覚し、USA Today は、シーゲンソーラーにベテラン編集者のビルヒラード及びビル、コバックと共に差を監視することを依頼した。2002年、バンダービルト大学は、フリーダムフォーラム、ファーストアメンドメントセンター、ディバーシティインスティチュートを有する5万7千、平方フィートの建物を、ジョン・シーゲンソーラーセンターと改名した。 USA Today およびフリーダムフォーラムを創立したアルニューハースはシーゲンソーラーに捨て憲法修正第一条の最高推進者と評した。2014年4月彼の功績を称えシェルビー橋はジョン・シーゲンソーラー歩道橋と改名された。シーゲンソーラーはナッシュビルの公共放送局 WNPT が放映している書評番組ワード・オンワーズに ホストとして出演していた。その他には、ジョン・カイ・ケネディ図書館基金の勇気の人賞選考委員及び、ロバート・ケネディ記念財団のロバート・ケネディ出版賞選考委員を務めていた。シーゲンソーラーは、ジャーナリストとしての長いキャリアの中で、幾度となく生命の危険にさらされている。1991年には拳銃を持った男に、付け狙われる事件が発生し、 1995年には、ある兄弟によって、誘拐事件が企てられた。この際には、警察がシーゲンソーラーの自宅を警護する事態にまで発展し、その兄弟の自宅からは、爆弾や爆薬が発見された。4。2005年5月、インターネット上の百科事典、英語版 Wikipedia に、匿名のユーザーにより5分のの誤った経歴及び、中傷が投稿された。 9月、シーゲンソーラーはと連絡を取り、これらは削除された。彼は後に、USA Today にアップエドとして、これについて、私たちは、世界中とつながり、調べ物ができる驚異的な機会を得て、新しいメディアの世界に生きているが、抽象を行う嵐が生息している。連邦議会は彼らの行動を可能にし、保護してきたと記し、新聞やテレビのようなメディアがコントロールされているのに、 対し、インターネットプロバイダーは、連邦法で守られているとする通信品違法230条に言及した。この後、英語版ウィキペディアは、未登録のユーザーは、新しいページを作成することを認めない、の指針など新たな規制を設けた。1955年に結婚したドロアズ・ワトソンとの間に生まれた子に、NBC ニュースでアンカーを務めるジョン・マイケル、シーゲン・ソーラーがいる。 兄のトーマス・シーイゲンソーラーは、広告企業、シーイゲンソーラーパブリック・リレーションズの創業者として知られている。2014年7月11日、シーイゲンソーラーは大腸がんの合併症により、自宅で家族が見守る中86歳で亡くなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。